はい、みなさんこんにちは、生体今度です。やっほやらないんかい。ここまで構えたんだけど、キラリンチョ、キラリンチョ。ちょっと恥ずかしくなっちゃう、恥ずかしくなっちゃう、人として恥ずかしくなっちゃう。赤くなりました。楽しみ。なぜちょっとですね、なぜ暴走からスタートしたかと言いますと、はい、質問箱がこんなん来ちゃったんで、ちょっと一回読んでください。生態の真面目な話を好きな YouTuber のモノマネで最後までやりきってください。楽しみにしてます。楽しみすんなよ。無理無理無理だから。無理だから。好きな YouTuber、まあ、プロタン好きだったでしょ、まあ、であと誰いる。プロタン好きですし、まあいっぱいいます。東海オンエアも好きですけど、はいはいはい、いやどうも東海オンエアの哲也だ。そんなに滑舌良くないですか、ね、あ、そう。今哲也ディスったの。すざまじいファンだよ。好きですけど、哲也好きですけど、うん、あいつは本当、まあ、結構かっこいいと思うんだよ。イケメンですよね。なのにめっちゃくちゃやるからすごいなと思って、動画でうんこ出すんだよ、だって。信じらんないよ。あと何ある。結構多いですよ。これは見ますっていう、気まぐれクックとかも見ますし、さばいていく、さばいていく、やり通せねえから。やり通せないですね。そうで、箇所箇所ですよ、ね、俺なんかさ、うん、釣岡でしょうが好きじゃん、誰の真似しろって。分かんないでしょ、佐賀弁覚えないと。だから、うん、ちょっとこれはですね、最初にちょっと やった放送で勘弁して勘弁してください。で、他にできるものまでありましたっけ。ブロッコリー以外に。ブロッコリー以外にですか、うん、それモノマネじゃないから、素のまま。まあ素のままですからね、ブロッコリーですから、ね、俺はモノマネ、あんまやんないもんね。やんないです。僕がね、あの川村隆一のモノマネをよくやるんですけど、まあ隆一さんですね、あのちょっとやめましょう。次は相当似てはいるよ。似てはいるんだけどね、あの今これ iPhone で撮ってるけど、 iPhone 壊れるぐらいのバコになっちゃうんで、あ、ちょ後ろにパタって倒れるんですよ。ガタガタガタって触れ出すから、やめましょう。ということで、次の質問お願いします。行きましょうか。私はエビフライ、読みますって言って。あ、読みます、うん、読みます。次の質問です。私はエビフライの尻尾は食べます、はい、でも人前では尻尾は食べない方がいいのでしょうか、うん、誰にも聞けないのでここに書いてみました、はい、尻尾がバイキンだらけって本当ですか。まあ、いい質問ですね、はい、本気の悩みじゃないこれ。そう、本気ですね、うん、尻尾食べます？んだ、いや、そんなにあえて食わないですね。あえて食わない、でも食べられる。1個ぐらいは食べますけど。1個、エビフライがあったら1個だけ尻尾食べるの。食べてみるってこと。食べてみるぐらいですかね。あ、そんなに、そんな好んでは食べない。 うちのお母さんさ、エビフライはさ、そんなでもないんだけど、天ぷらの尻尾大好きなんだよ。あ、意味が分かんないと思って、身よりも尻尾が好きなの。で、僕は食べないんですよ。最後の一節あるじゃん、エビの、はいはいはい、あれをさ、なぜ残しておくのか。あ、ね、こうエビフライにしても、はい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 、天ぷらにしても、はいはいはい、あれがね、近頃親切なとこだとそれもなかったりするんですよ。で、僕は尻尾食べない派なんで、噛んで、はい、離して、はい、中の筋肉だけ切断してですね、はいはい、殻だけ取り出すと。へー、あー、はい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 、僕は食べない派なんで、はい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 、でもエビ天大好きですけど。中の筋肉だけね。実際に菌だらけかっつったら、まあそうとも言われるよね。そう、あのよくお風呂入ってなかったら汚いですよ、それ、うん、エビだってね、うん、だからどんな家に住んでるかだよね。お風呂なしのお家に住んでるエビは汚いと思いますよ、それ。だからそうでしょね、まあ、違うね違うね、違うね、もうちょっと早めに違うねって逆欲しかった。ちょっといろいろ考えちゃいました。あれあれってなんですか。あれ、あいつ家あったかな。エビを
結構エビってありとあらゆる魚とか、うん、イカ類とかみんなが食べんだよね。あもうたエビを食べない魚はいないって言われてる。万能餌ですか、ね、万能餌、ね、女の子引っ掛ける万能餌はイカなんでしょそうやってねナンパしてたもんね。イカは食べないっていうね。まあまあ、まあうん、イカは誰にでもあげてました。今の話はじゃあ C ですけどね。いるねいるねこれ。あのイカのイカがを釣るときってこうエギっていうエビの形したルアーを使う。そうそうそうですね。でエビが好きなわけじゃん、うん、でイカの触手っつうのあるんですよ。10本の中の2本でしょ、うん、だよね。そうですね。それがピヨンって伸びてエビをパシッとかこう触るじゃん、うん、でイカのその一番長い伸びるやつは、うん、もう先っちょ食うなって言われてんだよね。ゲソ。ああそうですね。そうね。何触ってるか分かんないから、うん、特にだから生食的にはダメと。それを考えるとダメなんだろうけど、うん、この方は生で行きたい感じですか、ね、いやでもエビフライ、ね、フライですからね、うん、エビフライの話してますからエビフライの方じゃないですか。火通ってて菌はないと思いますよ、うん、だから僕はねあのエビの尻尾っていうのはプラスチック製品だと思ってるから、うん、プラスチック食べないでしょ、うん、だから僕は食べないです、うん、あれプラスチックでしょ。硬いもん。まあうん、いつまでも口の中残るじゃん。まあまあ残りますけど、うん、あれでもあでも赤あれかなんか関節にいいんだよねエビのなんか あれじゃん、コンドロイチンじゃなくてグルコサミンとコンドロイチンのな、うん、はいはいはい、そうそうそういうのでいいって言うけど、まああの人前で食べないね。うん、うん、で菌はあんま関係ないと思う。火が通ってれば生だったらちょっと生だったら基本何でも危ないからさ。生は通ってれば大丈夫。火通してれば、そう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 、死ぬようなレベルの腹痛もないでしょそんな。うん、でまあ人前で食べるとまあねちょっと意地汚く見えちゃうかもしれない。うん、そっとねジップロックに入れてお家に持って帰って食べたらいいんじゃないかと思う。まあ以後これを聞いて食べないと思うんだったらエビの尻尾のことはプラスチックだと思ってもらえます。僕たちが僕はよくあのタイを釣りに行くんだけどエビを餌で釣るんだけど、うん、尻尾のこの羽尾羽と全部ちぎるんですよ。あちぎって海捨てるんですよ。 そうですね、そこから刺すんで多分魚的にもエビの尻尾は食べ物じゃないのかなと。あ、まあ、まああとは、ね、餌がくるくる回らないようにちょん切るのもありますけどね。まあ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 、まあ、だけどでも頭から食いますからね。そうそうそう、一番やっぱそうなんですよ、うん、確かに。なのでそうなのかなと。うん、いやだから俺あの硬いのが口の中残るのはダメなんだよ。うーん、平気？うーん、頭いく人いるでしょ。ちょっとね、残りますよね。口の中残る。うん、なんでこうあと刺さるじゃん。あんま硬いの歯茎とかに。あんまりおすすめの食べ方とは言えませんけども、まあ、人の好みですから。うん、全然食べても問題ない、ね。問題はないと思いますよ。ただなんかマナー的に残すようにあれ手で掴めるようになってるわけでしょ。あそう、おそらくはだらお家でエビフライを作ったらそのまま食べればいいけど、だから恋人とかにね、あ前だったらね、そうそう、あのもういいですよ結婚が決まるぐらいの仲だったらね。でもエビフライに、ね、尻尾まで食べる子なの大丈夫ってね。あ、まあ、そのまで聞かなきゃいけないのは問題ってことですから。そのぐらい食べない人は食べないし、本当は好きかもしれないけど人前じゃ食べないっていうのは、まあ、マナー的な、そう、でも好みなんで別にあのお家では絶対食べた方がいいと思いますよ。せっかくエビも喜ぶよね。全部食ってくれたんですよ。そう、また生まれ変わってもエビになりたいそうやって思ってね召されるかもしれないの、はい、ということでですね、まあ、こっそり食べようが正解ですね。まあ、できましょう。食べる分には菌とかの心配はほぼないんじゃないかなと、はい、ないだろう。いや大丈夫っすよ。ないよ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 。あったらごめんなさいということでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ